だから大丈夫だって。あ、だってそんな、え、ほっとかれへんやん。え、あそこで言い合いしてるのってハリエット西本さん。え、どうしたのこんなところで。あ、ああお前か。あ、ハリーの私服だ。あ、かわいい。なんか並ぶとかわいいね。こいつしつけんだよ。うん、なんとか言ってやってくれ。なになに、そんな言い方せんでもええやん。そういうの余計なお世話っつんだ、覚えとけ。まあ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 落ち着いて。何かあったの？ハリーが最近喉を痛めてるって聞いたから、うん、ネギジュース作ってあげてんやんか。優しい。ネギジュース初めて聞いた。ね、ネギジュース。ネギが喉にはいいってハリーが言うてたから。あ、そっかそっか。アホか、いくら喉にいいって言ったってあんなまずそうなもん飲めっかよ。ほんなら一口試して、それでもあかんかったら。まあもうやってらんねえ、あた任せた。え、ちょっとハリー、あ、いっちゃった。おう、もうちょっと匂うだけやろ。それが問題なんじゃないの。あ、まずかわいい。やっぱり。ほう、ゆうくん。うん、今開けるね。ごめんね、窓越しに。あ、どうしたの？ゆうくん夏服じゃん。いいね、夏服、涼しげで。情報教えてくれる？新たな知り合いができたから。いいよ、誰のことが知りたいの？ありがとうね。おー、ハリー。ハリーは12月生まれか。西本さん、あ、洋菓子屋で働いてんの？いいね。他にも聞きたいことある？うん、今んとこ大丈夫、ありがとね。え、へん。俺って何でも知っててすごいでしょ。あ、いいわ。またいつでも呼んでね。あら、可愛らしい。宿題とか、わかんねえとかあったら聞けよ。教えてやっかな、お礼にな。教えてもらうばっかじゃ悪いからよ。宿題わかんねえとかあったら持ってこい。おっちゃんが教えてやっからね。あ、西本さんからメール。ネギジュースは乾杯やった。せやから新作を考えようと思うねんけど、どんなんやったらハリーに飲んでもらえると思う？え、これなんかさ、なんだ、どう思う？え、こうわざわざさ、男の子とのさ、ことをメールで言ってくるっていうのがさ、珍しくない？珍しいっていうか、これスリーまでとの女友達と何かが違うんだろうか。でもそっか、スリーとフォーの女友達ってさ、それぞれそのファッションとか、男の子の情報を教えてくれる役割を担ってたけど、今それさ、違うもんな。女友達ってそういうんじゃないもんね。え、なんかなんならさ、がっつり攻略対象なんかな、女友達も。みんなと友達になりたいな。てか、自己中しちゃった人とあれ以来会ってないんだけど。あの人いつ出てくんだろう。あ、ハリー今日電話できる。じゃ、ハリーデート行こう。おーい。もしもし？もしもし。あ、ハリー？もしもし、ジャケ子だけど。あ、お前か。なんか用か？うん。ちょっと出かけたいなと思って。じゃ、ハリーさ、博物館行こう。博物館行かない？ああ、その日は暇だ。お、たまたまな。付き合ってやってもいいぞ。あ、ありがとな。じゃあ博物館行こう。遅れんなよ。お、遅れたら首だかんな。何から。今なんか雇われてんの私。やった、早く6月18日来ないかな、楽しみ。なんかさ、買った服で属性つくのこれぐらいしかないんだけど今のところ。いいかな、暑いかな、ちょっと6月だから。まあいっか、して行ってみよう。ちょっと待ち合わせに遅れちゃったかな。ごめんごめん。ハリーは？あ、いた。ごめん遅れた。おっせえ、これがライブの本番だったらどうすんだよ。あ、ごめんなさい。てか今日厚着だったかも、普通に。背景この感じでハリーもこの感じだったら多分私厚着してるわ。言われるかな、厚着って。次やったらお前クビだからな。どうかしたか？今のところどこに雇われてんの私。てめえ何しやがる。え、違う、腕を。腕を少し失礼しただけなんですけど、ごめんなさい。おい、あ、大丈夫かよ、寒いのか。あ、やっぱり。うわ、やばい、しくった。え、私別にどこも悪くないけど。はあ、だったらその格好はねえだろう。ごめんごめん。すごい極端な薄着がこれしかなくて。薄着で来ればよかった、ミスったわ。鎧とか刀見てえな。よし、行くか。あ、博物館結構乗り気？なんかライブハウス系。どうかしたか？なんかさ、遠いものはあれかと思ったんだけど、よかった。にやつくなよ。気持ち悪いぞ。大喜び。もっと言って、気持ち悪いって。お。石器とか槍しかねえのか？このコーナー。地味だってか。深い歴史、昔の出ないと面白いね。あ、この道具、ハリーに似てるよ。まさかとは思うが。この猿みたいなやつに似てるって言ってんのか？
はい。ごめん。ごめんごめん。あ、うわ、私のバカバカ印象最悪だよ。ごめん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 。ごめんなさい。すっげーつまんねえ一日だったな。申し訳ない。言ったらじゃあお前はあれに入れるみたいな、そういう感じになるかなと思ったんですけど、ごめんなさい。ごめん。じゃあな。うん、じゃあな。また学校でな。ごめんごめん。クビになるわ、多分。解雇されました。あ、そういえば、もうすぐ、おもささんの誕生日だ。プレゼントどうしよう。あげようよ。買いに行く、買いに行く。早速プレゼント買いに行かなくちゃ。何があるかな。たぬきのマスコット、アドレス帳、ヘアバンド。どれ？でも、アドレス帳使えそうじゃない？はい、小野田さん。もう、廊下は走っちゃダメですよ。あ、ごめんなさい。早くこれ渡したくて。プレゼントですか？もしかして私の誕生日の？あ、そうだよ。うん、開けてみて。ありがとうございます。大切にしますね。割と喜んでもらえたみたい。やったー。あ、てか女子の制服さ、夏服この色なんだ。冬服と夏服で全然結構違うんだね、ガラッと。あ、なるほど。あ、サイくんだ。おい、サイキ、サイキ一緒に帰ろうぜ。サイキ。何？ため息つくんじゃねえよ。よかったら一緒に帰らない？なんで？いいじゃねえかよ。いいけど。しゃ。そろそろ期末試験だね。準備はどう？まあな。普段から勉強はしてるから。おう、偉い。でもお店やりながら成績はいつもトップクラスだよね。すごいよ。お、すげえ。すごかないよ。弱みを見せたくないだけだ。ほう。ん？うちの親って、いわゆるエリート志向でさ。うん。何事もトップじゃなきゃダメなんだ。そうなんだ。そんなのおかしいだろ。うん。でも俺も中学まではそんな風に考えてた。ほうほう。店やるために近所の羽学行くって決めた時も大騒ぎだったよ。うん。お袋は泣くし、親父は怒鳴るし。へえ。店のせいで成績落ちたり学校と揉めたりしたら何されるか分かんないよ。マジか。そっか、だからさやくん優等生じゃなきゃいけないんだ。そうなんだね。大変だな。でも学校にいるときね、常に気を張ってなきゃいけないんだ。やりたいことやるのにそんな風にしてなきゃいけないなんて、なんだか変な話だよな。明日から期末テストだ。頑張ろう。お、どう？いい感じ。なんかさ、隣にさ、今さ、隣に佐伯座ってたじゃん。また次出ると思うけど、なんか佐伯に比べてさ、主人公さ、めちゃめちゃ机にかじりついてて可愛くない？ほら。なんか、うおーって。ほら。解き方可愛いんだけど。うりゃーって解いてる。あれ、寝てた。寝ちゃったよ、主人公。まあまあ、そんなにひどい成績じゃないでしょ。テストの結果が発表されてるって言ってたな。よし、見に行こう。おお、どう？ちょ、あ、ひかみくんさすが。ひかみくん、小野田さん、佐伯さすがだな。すげえ上位じゃん。あ、で、水島さんと大体なんか同じ感じだね。てか、水島さん最近会ってないな。会いたいな。で、ちょ、ハリー。ハリーすごい。ハリー何が一個高い？なんか、一個。あ、芸術ね。なるほど。あ、いいね、でも。芸術得意なんだ。ちょ、西本さんとハリー可愛いな、なんか。ハリ8点はやばいって。8点何？ハリ選択科目。多分芸術がいいし、あの音楽やってから好きなことに打ち込んでんだろうな、多分。まあ、それもまたよし。何しろね、その生徒の実践を重んじる校風みたいなこと言ってたから、自由よ、過ごし方。あ、ハリー、あ、ハリーじゃん。噂すれば C。 うーん、無難な位置だな。中途半端っつうか。ハリー8点が何を言うんだ。言っちゃってる。もっと頑張らなきゃいい。ハリー。最近花火大会行かない？俺とお前で。うん。なんで？いや、なんでっていうこともないんだけど。まあいいか。イエーイ。あ、ひかみくんだ。あ、ひかみくん一緒に帰ろう。しおくん、下校時間だ。早く帰りたまえ。はい、一緒に帰ろうよ。せっかくだけれど、今日は塾がある。あー、そっか。じゃあしょうがねえな。また今度。ああ、うん、君はまっすぐ帰りたまえ。はーい、気をつけてね、ひかみくん。ひかみくん、遊園地行かない？ダメだな。
この日は用事がある。そっかそっか、じゃあしょうがない。あ、そういえばもうすぐ佐伯くんの誕生日で、おい佐伯、プレゼントあげるよ佐伯に。バイト先で世話になってるかな。貝殻細工の写真撮って、あ、いいんじゃない、大怪獣大図鑑世界の写真集。あー、写真立てか、最適解は僕ね、大怪獣大図鑑、え、ワンチャンある意外と、意外とさ、サーファー写真集、え、まあ、この上下っぽいけど意外と喜んでくれたりなんかしちゃったりしてどうシーン、なんだよ開幕、こんなとこに呼び出して、開幕しかめっ面じゃねえかよはい、これ誕生日プレゼントだよ。俺に、お、なんでもっと仲良くなりたいからね。なんでもいいからあげてみて。これをもらって俺はどうリアクション取ればいいんだよミスターいや、わーいわーい、嬉しいなって言えばいいんだよあまり喜んでもらえなかったみたいな。マジか、なんか選択肢にあるからさ、なんか実はそういうの好きとかなんかあるかなと思ったな、ごめん反省反省夏の BGM 警戒だなあ、3番ブレンドとレモンティーレアチーズケーキ1お願いします。はいはい、あれ、あ、レアチーズはまだ残ってたかな。あら、ないかもしれない。はい、これでラスト2です。お、そう、お嬢さんが来てくれて助かってますこれからもお願いしますあ、こちらこそありがとうございます、嬉しいです、頑張ります。はい、マスターに褒められちゃった、よかったね、頑張ってる。佐伯くんまだ来てないみたい、今日は佐伯と花火大会。おお、あ、もう来てたのか。おお、かっこいいじゃん、似合ってる、その手かっこいいな。佐伯くんの遅刻だよまあな、行くぞなんだおめえなんだよ、ちょっと誠意が足りねえんじゃねえか。どこ見てんだよお前それ、あ、これ浴衣来たの。うん、浴衣だよ、どうかな。うん、んどう、うん、なんであんまり好きじゃなかった。好き、うわー、おい、この野郎おい、エキいいじゃねえか、よかった、エキ気に入ってくれたみたい。じゃあエキ、ちょっと時間早かったな。あ、でもよかったじゃん、早めに着いて。なあ、縁日見に行こうぜ。あ、行こう行こう。なんだよ、そう、うちは可愛いね、これいいな。ん、お手か、ちげえよだだこねても何にも買わないからな。さやくん、お父さんみたいだよ可愛い。あ、そろそろ時間だ。うん、行くか。あ、行こう行こう。なんだよ、見つめちゃおう。ああ、ちゃんと見てるからおお、あ、綺麗な花火じゃないの。これだけ近いとなんかさ、うん、手が届きそうな気がするな。可愛いな言い方も可愛いし、なんか花火のキャンバス、花火の中ってどうなってるのか音がうるさかったね。あ、これちょっと違うよね。あー、これがいいんじゃないかと思うけど、でもさ、これ花火の中ってどうなってるのかな。あ、それ考えたことなかった。うん、中心から見たらさ、どう見えるんだろうな。あ、いいな、このなんか最近話し方いいね、なんか割となんかさ、自然っぽいというかさ、なんかいい意味でのいい具合のなんか脱力感というか、これがなんかさ、すごく自然な感じがして、なんか喋り方好き最近の。まあまあかな、まあまあか、まあ、失敗でなかったなら良かったよ。俺、そろそろ帰っていい店開けなきゃありがとうね。なんだよなんだよ、じゃねえよ。はごめん、じゃあお先。ああ気をつけろよ。あ、サイくんからメール。やだ、なになに。まあ楽しかったと言えなくもないだってかわいい、わざわざこのメールくれたのめっちゃかわいいな。あ、夏合宿に行ってクラブ活動、クラブの合宿あんじゃん、手芸部も。すげえ、行こう行こう。おお、今日から夏合宿、よし頑張るぞ。すごいね、こんなところで。ほー、あー、合宿してる、なるほどね。お、今日は私が食事当番だ。何を作ろうかな。あ、ごきげんよう。まあ、今日の食事当番はデイジーだったのね。姫子さん、あ、姫子先輩、先輩も合宿ですか。ええ、私のカメリアクラブも夏合宿をしているの。うん、なるほど。
誠の乙女になるためのとても厳しい合宿。そう、食事を用意する暇もないほどに。あ、そうなんですか。立ち絵すごいっすね、姫子先輩。あ、そうなんですか。そんなこんなで今日のメニューは何かしら。あ、え、チンするカレー、こだわりのカレー、ペーパッポンカレー。じゃあこだわりのカレー作る。はい、お塩じゃけこ、こだわりのカレーを作るつもりです。美味しそうね。期待して待っているわ。あ、はい。あ、なんか綺麗だね、合宿所の。はっ、お水をくださる。はっ、そうね、2リットルほど。めちゃくちゃ飲んじゃう。あ、ごめんなさい、軽かった。あ、え、ごめん、大変、美味しくなかったんですね。嘘、ごめん。あ、ごめんなさい。チンするカレーの方がマシだったかな。今日は合宿練習の最終日。なんだかいまいち成果が上がってない気がする。ありゃ、嘘、何がダメだったんだろう。部活に普段あんまり参加してなかったからかな。あれ、なんだろう、何か落ちてる。何は、これは何。お塩は手芸部伝統のアイテム、最上のタクフを手に入れた。え、その道端に落ちてるもん、それ。あれ、誰だろう、連絡来た。もしもし、若王子です。ああ、若王子先生。あ、どうしたんですか。来週の日曜、課外授業をしようと思ってます。ああ、そっかそっか。参加者が少ないので来てもらえると助かります。はい、あ、わかりました。じゃあ行きますよ。よかった。じゃあ次の日曜。はい、遅れないようにしましょう。はい、それじゃ。もうみんな集まってるのに先生まだかな。先生遅い。おはよう。あ、おはよう。皆さんずいぶん早いですね。先生が遅刻です。あれ、皆さんごめんなさい。かわいいな。それじゃ出発します。はいはい、今日もよろしくお願いします。そう、袖のボタンが取れそうで。また取れそうなんですか。直した方がいい。皆さん並んでください。お、中に入ります。水族館っすね。はい、えい、そんなに見つめなくてもいいです。お、いやいや、カニの足は切れても再生するのか、これは知らなかった。ほう、ずっと食べ続けられますね。脱皮の時に再生するんですよ。知らなかったですか。これ言っちゃおうかな。ずっと食べ続けられますね。うん、きっとそうだ。もっと早く知ってたらひもじい思いをしなくて済んだのに。カニ側のさ、気持ちに立ったら恐ろしい発言だよな。うん、いい感じだよね。お、いいね。あ、小野田さんと西本さんだ。あ、女友達同士の絡みいいじゃない。お、ちょっと西本さん、ちゃんと掃除してください。あらら。後でやるから見逃してや。お掃除の時間ちゃんとお掃除しないとな。まったくもう。あ、小野田さんも大変だな。かわいい。あ、若星先生誕生日。あ、じゃあプレゼントを差し上げましょう。さて何しようかな。長い言葉辞典。授業中。いちいちしねえだろこれ、授業中に書いた漫画。何に金かかってんだこれ。忘れ物防止術。え、でも結構さ、取れ。これかな、一番いいの。あ、でもさ、漫画あげてみる、これ。これあげてさ、え、いらないんですけど、とか言われたら傷つく。いや、傷つきゃしねえけど。授業中の落書きあげる方もあげる方だからよ。塩さん、いや、どうかしましたか。え、お誕生日ですよね、これ。プレゼントです。ああ、残念。え、今朝、教頭先生から注意されたばっかりです。はあ、くれぐれも生徒から誕生プレゼントをもらわないようにって。あ、そうだったんですね。そうなんですか。まあね、そうなんです。それはそうか。だからごめんなさい。あら、受け取ってもらえなかった。マジ。あ、そうなんだ。受け取ってすらもらえないこともあるの。ああ、授業中に書いた漫画が。あ、さっきから、おい、さっき一緒に帰ろうぜ。はぁ、何。言い方一緒に帰らない。なんで。えけえ。別になんでってこともないじゃん。なんでっていうこともないけどやだ。じゃあ。ああ、断られた。マジか。チェ。あ、小野田さんだ。ね、小野田さん、喫茶店とか行かない？これから帰るところですか？そうです。お茶して帰らない？でも、寄り道は高速違反ですよ。ダメですよ。そっか、ダメですよね。言い方かわいいな。そうだっけ。じゃね。うん。じゃあ、ちょっとだけですよ。かわいい、かわいい、かわいいよ。じゃあ行こう。
さん、何でしょう。好きなテレビ番組、食べ物、スポーツ。じゃあ食べ物、好きな食べ物、食べ物好きキャラある？ありそうに見えますか。あー、どうだろう。え、どうかな。でも何でも頑張って食べそう。ないですよ。牛乳もチーズも魚も野菜もきちんと食べているんです。可愛いんですけどこの子。だから食事は問題ないと思うんです。あ、そう。もしかして身長は低めなこと気にしてる。やっぱり家系なのかな。あ、そうなのかな。まあでも遺伝はあるだろうな。もしかして背が伸びないのを気にしてるのかな。まあ、これからかもしんないよ。じゃあ特に好きな食べ物は。豆類です。あ、豆類ね。豆、大豆、そら豆、ひよこ豆、レンズ豆、グリーンピース。かわいい。枝豆もいいですね。かわいい。小豆も好きですよ。お赤飯に入ってるのも、お汁粉にしたのも。ね、帰りたくない。ずっとこういう話しよう、ここで。そうなんだ、かわいい。あ、若林先生だ。あ、若林先生、一緒に帰ろ。ごめんなさい。先生はまだ学校に用事があって帰れないです。許しません。あ、ひかみくんの誕生日。え、あげるあげるプレゼント。何しよっかな。土星型マウスパッド、超合金メガネケース、友達の作り方。あー、じゃあメガネケースあげようか。これ無難でしょ多分。やっほー、ひかみくん。しおくん、廊下は歩きたまえ。はい。二人三脚しよう、廊下で。今日誕生日だよね、これプレゼント。僕に。嬉しい、嬉しい。よく覚えてるな。開けるぞ。開けてくれ。これは使いやすそうだ。君の気持ちに感謝するよ。よかった、やった、よかった、喜んでくれて。うん、割と喜んでもらえたみたい。よっしゃ。高見くんさ、植物園行こう。ダメだな。ああ。用事がある。ああ。高見くんがデートしてくれない。ハリー遊園地行こう。ああ。お。その日は暇だ。よっしゃ。たまたまな。付き合ってやってもいいぞ。あざす。ちょっと待ち合わせに遅れちゃったかな。ああ、ごめん。ハリーは、あ、いた、やべえ、首にされる。ごめん、待った。おっせえ。これがライブの本番だったらどうすんだよ。ごめんごめん。次やったらお前クビだからな。どうかしたか。ごめん。あ、その服すごい可愛い。これえ、ここ開くのもしかして。え、ここ開くのね。今日も俺はいい男だろ。うん、かっこいいハリー。ああ、そういうのも着るんだな。あ、服装褒めてもらえた。やった、この服。ああ、ま、悪くないんじゃね。らしくていい感じじゃん。ありがとう。来たからには楽しまないとな。お、よし、行くぞ。行くぞ。どれがいいんだ。ジェットコースター、観覧車、メリーゴーランド、ゴーカート。あ、標準はこの4つなんだ。オッケー、じゃあジェットコースター乗ろうぜ。おう、そうと決まったら乗り場までダッシュ。お、ダッシュ。どうかしたか。ダッシュ。気安く触ってんじゃねえよ。いいか、写真撮られんのはあの辺。お、ポーズ撮るの忘れんなよ。あ、助かる、教えてくれるの。いいね。かわいい主人公。あー、泣いてる。大丈夫か。もう終わりか。乗るとあっという間だな。いや、本当にね、最高。もう一回乗ろうよ。腰抜けちゃった、拍子抜け。あー、じゃあもう一回乗ろうよ。あー、景色がすっげー速さで流れていくのが気分いいよな。うんうん、よし、行くぞ。行くぞ。うん、いい感じだよね。楽しかったな。調子に乗るなっつうの。いいじゃねえかよ。こういうシステムがあんだよ。あの事故中の人ってさ、芸術かな、もしかして。なんか出てこないんだけど。あ、来る。あれ、どこからか風が。風か。あ、あ、あ、金髪だ。うちの生徒だよね。あ、あ、なんかうちの生徒だよねとかのレベルじゃなくない。よくこの人のこと忘れられたな。この人でしかも事故中までして。窓枠が額縁手前で一枚の絵みたい。あ、ため息ついていらっしゃる。どうした。あかん。ここがベストポジションやのに、うん、あ、カーテン閉まってもうた。はあ、関西弁でも一体何のこと。よし、声かけちゃおう。おお、なんか綺麗。あの、カーテンがどうかしたんすか。そうそう、ええー、とこなのにカーテンが。うん、あ、あ、しーちゃん、どないしたん、こんなとこで。ああ、僕に用事。あ、え、なんで私の名前。学校の女の子の名前を知っとくんは常識ちゃうかな。 あ、すげえっすね。すご、そうかな。僕は、うん、クリストファー・ウェザーフィールド。クリストファー・ウェザーフィールドさん。はい、よろしい。あ、よろしく。あ、クリスって書いてある。クリスさんね。
うん、こちらこそ。ところでさっきは何を見てたの？あ、なんも見てへんよ。え、何のことやろう。さよなら。怖い。もしかしたら真実に気づいてる側かもしれない。クリス君優しそうでいいね。あ、クリス君か。本当に外国人なのかな。てか自己中のこと何も言わないね。お互いもう忘れたことにしてんのかな、大人の対応で。今年の文化祭、私たち手芸部は体育館でファッションショーを行います。お、頑張りましょう。2週間後の文化祭目指して頑張りましょう。今日の文化祭、私たち手芸部は体育館でファッションショー、準備急がなきゃ。喫茶ヤングプリンスをよろしく。ヤングプリンス。あ、若星先生何してるんですか。先生はビラ配りです。ほう、喫茶ヤングプリンスをよろしく。私も若星先生のクラスじゃないですか。それもそうでした。この人好きかも。それもそうでした。若星先生ノリノリですね。ノリノリです。何。文化祭の若星先生面白いな。若様先生、あ、一緒に写真撮ってください。あ、どうするんですか、応じるんですか。写真は喫茶ヤングプリンスでお願いします。ついてきてください。はーい。すげえ、呼び込みも兼ねてるんだ。おお。あ、水島さんだ。あ、水島さん、受付お疲れ様。おかげで大繁盛。え、久しぶり。あ、どういたしまして。今度は4時からよね。次の教室は、うん、忙しそう。人気者も大変なんだ。あー、忙しそうだな。声かけたかったけど。あ、佐伯、レキー、シー、ただ働きに勤しんでるみたいだな。コマネズミのように。なんてこと言うの。ひねくれてるんだから。ねえ、時間あったらうちのクラス店でもおいでよ。ああ、そうだな。うん、じゃ、俺は優雅に高みの見舞。どうした。あんなところに。あ、見つかってる。やば。いや、いや。さあ、えいきくん、うちのクラスもう見た？いいよ、見なくて。ごめん、まだこれから。うちのクラスだけ来て、えいき。さえくん、うちにも来てよ。えいきは私のでしょうが。誰のものでもないのに。うん、行くよ。行くな。楽しみ。うちらの番は？じゃあほら、順番にね。大変だね。なんか弾けちゃえば一回。うるせえとか言って。最近多分それでも人気出ると思うよ。その問題にはなんないと思うよ、その本性っていうかさ、なんだよみたいな感じで言っても、それもそれでみんな好きよ。早く早く。チレチレ。じゃあまたね。またね。あんまり優雅でもないみたい。うちに来るのはいつのことやら。気の毒だな。どうしよう、なんだか緊張してきちゃった。ファッションショーね、頑張れ。お、お姉ちゃん、え、見に来てくれたの。あー、ゆうくん、ここは関係者が立ち入り禁止だよ。立ち入り禁止かい。なんだよ、せっかく応援に来たのに。ありがとうな。もうゆうくんたら立ち去った。来てくれたんだ、ゆうくん、近所の子が。でも緊張ほぐれたんじゃない、ゆうくんのおかげで。頑張ってる頑張ってる、可愛いな。くるっと回ってめっちゃ可愛い主人公。お、成功したっぽいね、どうやら。いいじゃん、頑張ったね。準備頑張った甲斐があった。よかった、なんとか成功したみたい。お、お姉ちゃん、なかなか面白かったよ。マジでありがとう。ありがとう。ねえねえ、外で待ってるからさ。なんか飲み物欲しいな俺。いいだろ、買ってやろう。アンパンマンのジュース飲むか。本当にもう、でも成功してよかった。ファッションショーは大成功。よかったね。来年はもっと凝った服を作りたいな。パーティードレスとか良さそう。いいじゃん、頑張れ。今年の文化祭こうして終了した。楽しかった。お、今日は生徒会執行部の選挙の日。もうすぐ立ち会い演説会が始まる。へえ。静かにしてください。お、次は1年、氷上至くんです。お願いします。あ、生徒会立候補。あ、氷上くんだ。おぉ、死後を慎みたまえ。君たちには高校生としての自覚はあるのか。え、かっこいい、ヒカミくん。このヒカミくんめちゃめちゃかっこいい。今は
自分たちの高校生活に大きな影響を与えることになる。新しい執行部役員を選ぶ時間だ。そのことをよく理解せず、自分一人くらいは喋ってもいいと考える生徒が多いのではないだろうか。そしてこの風潮は何も今に限ったことではない。つまり今の羽ヶ崎学園は決められたことが守れない生徒が多いということだ。おお、すげえ、堂々としてるわ亀くん。そこで僕は提案する。学校生活の基礎となる校則をもっと周知徹底させようではないか。ほうほう、うわ、みんな怒っちゃった。怒っちゃったんかい。集計の結果、次の生徒会長は佐藤一郎さんに決まりました。佐藤一郎さんに決まってしまった。ヒカミくんじゃないの。佐藤一郎さんに次期生徒会長としての抱負を。ヒカミくん、あ今回は残念だったね。ああ、とても残念だ。ヒカミくん、正しいことを言っても理解されない。うんうん、まあいつものことなんだけれど、僕が間違っているんだろうか。いや、間違ってはないのよヒカミくん。また嫌なやつだと思われたかな。いやいや、でも自分の考えに嘘はないし、うん、結果は結果として受け止めなきゃな。いやいや、規則とかルールをね、守ることは本当大事なんですよ。当事者のね、高校生たちからすると、もうそんなのいいじゃんっていう気持ちもかなりわかる、かなりわかるが、そういうのって本当にかなり大事なことなのよね。うん、だからヒカミくん悪くないよマジで。すまない。うん、少し一人で考えたいんだ。そっかそっか、失礼するよ。でもヒカミくん絶対立派なリーダーになれるよ、来年の選挙ね。ヒカミくん元気出してくれるといいな。これ一回ユウくんに情報を聞かないと、電話番号を知らなくて電話かけられないっぽい多分。いいよ、誰のことが知りたいの。クリスくんの電話番号教えて。多分これで電話かけられる。2月生まれね、クリスくん。へえ、来た、クリスくん電話かけてみよう。ハロー。おクリスくん、私お塩ジャケ子だけど。通話機越しに聞いても可愛いねんな君の声。あらら。えドーンってした時のキャーもキュートやったけど君のえもう好きやわドーン。あ、ありがとう。それでね、ほー、なんか空中庭園っていう場所があるんだよねこれ。すごくない？これ行ってみようよ。その日やったら大丈夫やわ。やった、そしたらパーッと遊びに行こうか。遊びに行きましょう。やった、嬉しいな。あ、水島さんと小野田さん。おう、ダメです、宿題は自分でやらなきゃ意味がないです。はっ、だって難しくて難しくて私には無理。かわいい。数学なんてきちんと授業さえ聞いていればできるはずです。それができないから困っちゃうの。そういうのちょびちゃんにはわからないかな。ちょびちゃん、とにかくダメです、小学生じゃあるまいし。そしてちょびじゃなくてちよみです。なるほどね、ちよみ。ちょびね。次からきっと自分でする。だから今度だけね、お願い。かわいい。わかりました、じゃあ今度だけです。ね、みんなかわいい。友達が。ちょびちゃん、ありがとう。お、借りてた本を返そう。あれ、なんだか窓辺がにぎやかだな。もうもう、あ、ヒカミくんだ。もう勉強してろ、かっこいい。なあヒカミ、この確率どうやって求めるんだ。四次章の確率を求めればそれが解だ。おーおお、すげえ。ヒカミ、2月革命ってなんだっけ。1848年、市民が放棄したやつ。そこから諸国民の春。1848年2月、パリ市民による武装放棄だ。そうです。こっちも頼むよヒカミ。それは日本語が帝に申し上げているんだ。すごいな。次はいろんな教科同時に面倒見るのすごいな。いや、すごいわ。ん、英語かい、それとも物理。おお、亀くん何してんの、異様な熱気だね。ああ、君か。うんうん、見ての通りさ、来週はテストだからね。そっかそっか、みんなで助け合ってるんだ。君も参加するかい。え、いいよ、参加したい。あ、私はヒカミ、これ教えて。すげえ。失礼、待たせたな。これはミトコンドリアじゃない、葉緑体だ。ヒカミ、これ勉強した方がいい。うん、君
山をかけるべきはここじゃないだろう。すげえ、助け合ってるというよりはもうひかみくんにみんながすがっている形だ。ひかみくんなんだか生き生きしてるな。もうすげえかっこいい、頼りになる。クリスくんまだ来てないみたい。あ、しーちゃん早かったんやな。来た来た。えい、あ、はあ、ドッキリはあかん。ごめんごめん。今着いたところだよ。わー、え、なにこの服どこか変。めちゃめちゃ可愛いから驚いてもうた。マジ嬉しいな。よう似合うたる。好きやわそれ。いい子、クリスくんいい人。ほんなら行こうか。うん、行きましょう。うわー、すごい場所やな。え、綺麗だね。え、待って、なんか後ろ見て、右の後ろ理事長じゃない。ねえ、幅学の理事長じゃない。ちょ、待って待って待って、クリス君、あ、でもクリス君に言っても分かんないから、そっか、そうだ、ハテガク、ハテガク。おーい、天の橋理事長。え、そうですよね、絶対そうですよね。だってなんか背景にいる人にしては書き込みがすごいもん。え、ねえ、ちょっと待って、すげえ、なんかいる。空に浮かぶ楽園みたい。あ、これいいんじゃない、空に浮かぶ楽園。うんうん、そうしたら、はあ、君がアダムで僕がイブ、素敵やな。僕は生まれた。いい感じやね。ちょ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 、ねえ理事長。理事長。反応してください。理事長、お会いしたかったです。ごめんな、もうちょい離れてもろてもええかな。ごめん、あとクリス君にこれを言わせてしまったら本当に申し訳ない。こんな優しくてさ、めちゃめちゃ褒めてくれる子に。もう少し離れてくださいと言われた。こういう過ごし方もええもんやな。よかったね、それかわいいね、髪の毛いろいろついてるの。ぐっすり眠れそうやね。ほんならまた。またありがとね。さあ期末テストどうかな。やっぱかじりついてるな、机に。かわいいな。あ、どうした水野さん。あ、どうしたの。お誕生日おめでとう。あ、はい、これプレゼント。ありがとう。よかった、喜んでもらえて。気に入ってくれるといいんだけど。もちろん気に入るよ。やった。なんだろう、レモンのバスソルト。うわ嬉しい、もったいなくて使えない。柑橘系のバスソルトだ、早速使おうと。あ、早速使うそうです。え、てかさ、すごいね、定期テストの途中でももらえるんだ、2って。すげえ。お、テストの結果出た。どれどれ、結構勉強頑張ったよ、割と悪くない順位だと思う。めっちゃ成績いい私。やばくない、ひかみくんの1個下じゃん。うわ惜しい、2点差だ。チックショー悔しいな。ちょ、あ、クリス君そんな感じなんだ。じゃあハリー、じゃあハリー9、10、12すごいな、ハリーの。かわいいわね、みんな。え、勉強した甲斐があったな。めっちゃ成績いいね。パラメータやっぱ結構高いわ今。お、しおさん。あ、先生。あ、ゴー先生。この調子で教頭先生にギャフンと言わせましょう。え。いや、こっちのことです。これからも頑張ろう。あ、頑張ります。よし、頑張るぞ。1位取りたいね。え、最近動物園行こう。俺とお前で。うん。なんで。ダメ。まあいいか。イエーイ。すっかり遅くなっちゃったな。さて帰ろうっと。お、なんだ、イベントか。は、あれ、あそこにいるのって誰だ。ハリー。おー、ハリー。C。おー、どっかお出かけ。おう、これからライブ用の衣装選びだ。あ、マジ？かっこいいな。そうなんだ。どんな感じの服買うの？決めてね。ほう。なんだったら来るか。あ、マジで？一緒に行きたい行きたい。いいの？邪魔しねえんだったら別に。よし、行くぞ。行くぞ。やった。嬉しいな。なんだこれ。お。じゃ、ここで解散。解散？え？俺、服選び始めると周りの音聞こえなくなるんだよ。はあ。一緒に回っても意味ねえぞ。あ、そうなの？現地解散。好きな店行ってこいよ。うん。で、適当な時間にここに集合。あーね。じゃな。あ、わかった。じゃあな、本当に行っちゃった。私も行こうと。ほー。まあ、それもまた楽しそう。そろそろいいかな。あれ？
あそこにいるのって、はあ、やっぱりハリー一緒にいるの誰だろう。本当だ、なんか双子みたいなのと一緒にいるハリー誰と来てたっていいだろう。井上待ってんじゃねえかよ、早く行け。はあ、あ手振ってる、もう用事済んだのかなハリーお友達、ハリーいいのあった、バッチリだっつーの。おあ、ひょっとしてさっき一緒に行った人たちに選んでもらったとか。ああ、あいつらはなんだ見てたのかよ。うん、ここに来る時に少しだけ。友達勝手に見てんじゃねえよいいだろしょうがないだろ、集合したらいたんだから。バンドのメンバーだ。わあ、一人小学校の時から付き合いのあるやつもいっけど。へえ、友達とバンド組んでんだね。そうだったんだ、ふん、だから楽しそうだったのかな。は肩の力が入ってないっていうか。なことねえよバカじゃねえのそりゃ同じもん目指して頑張ってんだ、うんうん、楽しくないってことはねえけど。ハリー可愛いな、いいやつだな。ハリーあれはただ学校のやつらとはちょっと違って力入れて話す必要がねえだけだ私が言ったことと同じだよなとにかく可愛いやつ。服どんな方が気になるだろう。あ、気になる気になる、うん、見せてやっから移動しようぜちょっと広めの店がいいな。よし行くぞ。お、行くぞハリーいいね、ハリー照れてたのかな、かわいい。今日はちょっと早く着いちゃったかな。あ、朝これ。おお、誰もいない教室、まだ誰もいないや。お、誰か来た。あ、水島さん。あー、やっほー、おはよう。あ、は、袖口ほころびてるの、見っけ。あ、見かけちゃった本当だ、うわー、いつの間に。ちょっと手を出して、直してあげる。マジで優しい。ここ、擦れやすいのよ。ちょっと強めに繕っとくね。ありがとう。え、美人すぎないなりたいありがとう、水島さんって裁縫まで得意なんだねまあね。あー、本当に女の子らしいんだね、すごいな。そう思う？うん、思うよ。でもちょっと鬱陶しくない？え、そんなことないって。は鬱陶しいわけないっしょ。そうかな、そんなことないと思うけど。そうだよありがとう私の家ね、うん、すごく古いの。へえ。父も母も厳しい人でね。ありゃりゃ。子供の頃から女の子はそんなことしちゃいけません、うん、とかそういうのばっかり。あら、そうなんだね。そっか、それは大変かも。だからかな、自由な人に憧れるの。うんうん。私には絶対できないようなこと平気でやっちゃう人。そうなんだ、へえ。でもそういう人から見ると私なんかめんどくさくてきっと鬱陶しいんだろうな。そんなことない。まあタイプが違うのか、そういう好きな人のタイプと自分の性質が違うのね。でもそんなことないと思うけどな。押し付けがましいとか鬱陶しいとか思ったことないよ。水島さん、誰か好きな人がいるのかなね、教えて。ね、なんだかみんな好きな人のこと教えてくれないんだけどみんな好きな人いるけど誰か教えてくれないよしっとはい、できました、ありがとうどういたしまして。ねえ、かわいい最高、友達最高。なんか悩んでるみたいだったの。好きな人のことで悩んでるのかな。あ、三国志クリスマスバージョンになってんじゃん、店内。あ、おっしゃおっしゃね。あ、消えた。今3番に行ったブレンドオーダーは2番が先じゃなかったかな。あ、マジでごめんなさいツリーが一緒にして消えた、いけない。そうでした。やれやれ。よし、それじゃあブレンドもう一つ、お急ぎだ。申し訳ありません、以後気をつけます。すいません、気をつけなくちゃ。頑張ろうね。これから帰るところですか。そう今日はダメなんです。あ、寄るところがあるものですから。そっかそっか、じゃあまた今度ね。あ、それに寄り道は高速違反でした言われるかなってちょっと思ってたそうだっけ、じゃあまたね佐伯くんまだ来てないみたい。おいAK 遅刻じゃん。あ、もう来てたのか遅いよ。まあな、行くぞん、反省してね。ん、お手か違う、とりあえず入るか。動物園ね、ん、楽しもうぜ。落ち着けよ。やだ。あそこのキリンさ、うん、
さっきからこっち見てる気がする。ほう、私たちが気になるんじゃない？佐伯くんのことが怖いのかも。じゃあにらめっこしてみようよ。あー、うわ、ほれだ、これとか。じゃあ にらめっこしてみようよ。つうか、もう始まってる感じだものすごく見てる面白い、佐伯の喋り方好きだなあ、いい感じんやった、えい、おい、お前な、お、悪くねえ反応じゃねえか、AK いいぞ。さてと、うん、で、結局今日は何だったんだっけ。いや、楽しかったじゃんなんだよなんだよはい、じゃあ、お先。うん、ありがとうな、今日も。あ、そういえばもうすぐハリーの誕生日だ、プレゼントどうしよう。あ、街がめっちゃクリスマスだっていうか。いいね、ロックライブ、お手入れ用、ハウって歌うがこれはこれかな、ハリーね、ぽいよね。プレゼントもちゃんと用意したし、頑張って渡すぞ。よ、ハリー。あ、なんだよはい、これ、誕生日プレゼント。あー、サンキュー。おー、ね、開けてみて。これ、俺が狙ってたやつ。マジ？すっげーな、お前嬉しいことしてくれんじゃんか、サンキュー。あ、かわいい、ハリーやった、すごく喜んでもらえたみたい。あ、今日は学校下で開かれるクリスマスパーティー、同じ感じかな。クリスマスもプレゼント選んで誰かにあげると。恐竜クラフト、アクセサリーケース、ガラス細工、万華鏡、フレーバーティー、ブレキの車。順番通りで言ったらさ、見てこの木製恐竜クラフトってやつさ、佐伯じゃない？あ、佐伯やっぱそこに好きなんじゃないのうわー、どうしようかな。じゃあ佐伯に恐竜クラフトあげてみるかね。え、プレゼントこれでバッチリ。家に帰って着替えとこよ。やべえ、ドレス買うの忘れた。今年もクリスマスがやってきました。楽しそう。年に一度のパーティーですから、うん、皆さん大いに楽しんでください。はい、ちょっとまだドレス買ってなくて、1年目はドレス着用してないんですけど。ただし、あまり羽目を外しすぎないように節度を保ってくれることを期待します。はい、いいですね。はい、では乾杯しましょう。メリークリスマス。メリークリスマス。やっぱり来てたんだ。かわいい水島さん、メリークリスマス。かわいい、メリークリスマス。誰のプレゼントが回ってくるかドキドキ。せっかくだから、じゃあ左右系おほほ、君にはこのプレゼントをあげよう。メリークリスマス。メリークリスマス、なんだろう、イルカ型ツボ押しくんじわるツボ押しくんこれ出した人よっぽど疲れてるのかなそれな、労働知ってる人間だよC かっこよサイかっこよ。あ、サイくん、あ、それ俺が出したのだ。あ、マジ本当に、あれ、サイくんが持ってるの私の。へえ、いいなこれ、得した得したか、やった、バッチリ喜んでもらえたみたい。よっしゃだよねこうして高校生活初めてのクリスマスイブは終わった。あ、楽しいね。ちょっと来年はちゃんとドレス買ってね、参加できればいいな。あ、なんか電話。もしもし、水島ですけど。あ、水島さん、なーに。うん、急なんだけど、うん、今度の日曜空いてる？え、空いてるよ、遊ぼう。遊園地の招待券があるんだけど一緒に行かない？行く。そこへも誰か誘うの？あ、うん、そうしようかなと思ってる。最高、行こう行こう。ね、どうする？行くよ、誘ってくれてありがとう。よかった。うん、それじゃあ今度の日曜、うん、忘れないでねかわいい今度の日曜日か、他には誰が来るんだろう。お、いたいた、水島さん、おはよう。 おはよう。よかった、ちゃんと来てくれて。来るよお、クリス君。君も今日のメンバーやったんや。クリス君も遅れてごめんね。遅刻はあかんけど、今日のとこはよしとしようかもっと慌てて誰かにチューでもしたら大ごとやし。え、これさ、なんか自己中が、お、そう、ゆきえ、今なんかさ、自己中があったからセリフ変わってんのかな、なんかね、クリス君ってさ、なんか言うよね、そうやって。ゆき、ゆきも来てたんだ、サイクも来てたな。お前こそ、あれ、それじゃいや、なんだ、君も来てたんだ。あ、そっかそういうキャラなんだった、学校で
駅混乱してる。これで全員かな。うん、じゃあ皆さん入りましょう。行きましょう。楽しいね。ねえ、最初は何にしようか。え、あ、これこちらで選べるの？私が？マジ？じゃあゴーカート最初乗ろう。いいわ、それにしましょう。はい。ちょっと怖そうね。誰と一緒にする？じゃあ、駅どう？そう？じゃあ、私はクリス君とね。うん、あの、大丈夫？やだ、大丈夫よ。安全運転するから。水島さん、めっちゃ飛ばしたら面白いな。そうじゃなくて。おお、すごいぞ、俺の最速理論を。文字の割に静かだったな、今、最近。みんな見てるよ。安全運転で行こうか。今のすごいね、この安全運転のちょっとさ、声がさ、裏返るじゃないけど。すごいわ、今の。一見面白いな。いいよ、飛ばしても。ニコニコじゃねえか。同じ目してるよ、二人。かわいい。じゃあ、次は何にする？じゃあ次は、あ、こうやって順番に選べるんだ。じゃあ、メリーゴーランドに。うん、いいわね。それにしましょう。メリーゴーランド。やっぱりこれに乗らなきゃね。あ、好き？ねえ、誰と一緒に乗る？じゃあ、水島さん一緒に乗ろうよ。ねえ、本当に私でいいの？え、うん。うん？私は構わないけど。え、乗りたい乗りたい、一緒に。それじゃあ、乗りましょう。行こう。あ、めっちゃ、お目々キラッキラじゃん。ね、本当に可愛いね。ねえ、マジで。どっか、今度お泊りでどっか遊び行こう。じゃあ、最後はあれよね。じゃあ、観覧車だね。観覧車、誰と一緒に乗る？じゃあ、クリス君一緒に乗ろう、観覧車は。そう。あ、うん、いいわ。それじゃあ私は、佐伯くんと。駅嫌がられてるよ。観覧車はのんびりでええな。素敵景色、楽しもうや。楽しもう。そうだよね、クリスくんと観覧車楽しそうだなと思って。おお、かわいい。あ、ニコニコだ。楽しそう。よかった。暗くなってきたみたい。残念だけど、そろそろ解散かな。そうだね、今日ありがとうね、楽しかったよ。ああ、楽しかったな。うん、ついはしゃいでしもたわ。またこんなんやりたいな。ね、そん時はよろしゅ。ほんならまたな。うん、またね。最強、楽しかったね。じゃあ僕はこれで。そういう時の最強だ。お疲れ様。疲れた。今日は楽しかった？楽しかった、ありがとう誘ってくれて。うん、じゃあよかった。さ、帰ろっか。新しい一年の始まり、なんだか清々しい気分。あ、年賀状来てる、誰からかな。お、佐伯。綺麗な海の絵、佐伯くんらしいチョイスだな。やっぱこれみんなにさ出してんのかな。ちゃんと、偉いな。ひかみくん達筆さそう。おーすげー、字綺麗。あんまりのんびりはできませんよ、しっかりしていきましょう。しかもめっちゃ住所書いてあるし。ひかみくん嬉しい。ハリーだ。お、お正月のモノクロの年賀状って新鮮かも。確かに。デザイン性が高い。お、若尾先生の年賀状なんかのんびりって感じ。あ、バックは元素記号だ。ほんとだ。さすが。書いてある文章面白。先生は実験室だよね。すごい字が小さく潰れてて、ちょっとあんまわかんないんだけど。餅を焼こうと思います。うまくできたら、みんなにも配ろうと思います。ね、若王子先生、じわる。あ、小野田さん、宿題は終わりましたか。かわいい。西本さん、あ、おしゃれデザイン、これ。なんだか、ちょっと懐かしいような感じもするね。こういったデザインの絵がさ。かわいい。あ、水島さん。落ち着いてて水島さんらしい年賀状だな。ほんとだ、素敵。あれ誰だろう。え、誘ってくれた。え、これ水島さんかな、もしかして。もしもし、これ。駅。え、嘘。もしかして駅から初詣誘ってくれる感じ。そう。今年はあの男の子誰からも誘ってもらえないかなとか思ってたんだけど。あ、佐伯くん、明けましておめでとう。
なあ、初詣行かないか。マジ？どういった風の吹き回し？嬉しいんですけど。もちろんいいよ。オッケー。じゃあちょっとしたらそっち行くから。あ、ありがとう。うわ、振り袖買っときゃよかったよ。うん、分かった。じゃあ待ってるから。まあちょっと所持金的にどうか分かんないけど。了解。じゃあ、まあ1年目はしょうがないよな、振り袖とか揃えられなくても。はーい。C、おめでとう。あ、おめでとう、サイキ。モケモケしてるサイキ来た。ごめん、今日振り袖じゃないんだけど。明けましておめでとう。行こう。これ以上ここにいると外に出んの嫌になる。混んでるな。そうね。よし、頑張れよ。サイキも行くの。ああ。素のサイキ好きだな。なんか王子様みたいな最近も好きだけど、今年は何をお願いしようかな。これさあ、これはないわ。なんか4とかさ、3にはあったこの金鳴らすやつは、これはないみたい。じゃあ、まあ、とりあえず学業今年はお願いしようかな。あ、おみくじ。お前どうする、引く？引く引く。うん、どうしようかな。よし、引いてみよう。よし。じゃあ俺はここで。グッドラック。一緒に引こうよ、一緒に来てんだから。駅も最近も引くの。え、混んでるよ。いいじゃん、せっかく一緒に来たんだからさ。さあ、ひこっと、いい結果が出ますように。さて、私の今年の運勢は吉。まあいい方かな。まあまあ吉だしね。最近はどうだったのかな。大吉だって。あ、もっと喜べや。へえ、すごい、よかったね、最近。そうか。あら、え、大吉なんでしょ。だからだよ、うん、今年が大吉って言われてもな、10代だぜ。将来はどうなんだよ。まあね、微妙。なんだ、もっと喜べばいいのに。お正月から屈折してるな。屈折してる。さて、商売繁盛の祈願もしたし、おうおう、こんなもんだろ。あ、そうね。そ、帰ろうぜ。よし、帰ろう。ありがとう、送ってくれて。どういたしまして。寒い。それじゃ。寒いね。いやー、ありがとね。今日は今年も一年いい年でありますように。ゆうくん、ちょっと評価教えて。お姉ちゃんの評価。あ、でもさゆきとともちになってるわ。あ、ひかみくん普通で、ハリーも普通で、あ、クリスくんも友達だ。やっぱパラメータに反応してのことなんかな、これ。あ、友達友達ともちともち。あ、水島さんやっぱさ、結構好きでいてくれてるね、私のこと。嬉しい。あ、でも結構みんな仲いいわ。いい感じね。おい、けぇ。うちらが友達だと思ってんのか。仲良くしような。他にも聞きたいことある？ゆうくん、ありがとうね。寒いから早く窓閉めな。ごめんね。寒いのに冬に。え、へん。俺って何でも知っててすごいでしょ？すごい。またいつでも呼んでね。ありがとな。宿題見てやっかんな、後で。わかんないとこあったら聞け。窓越しでいいから。